20度近辺。矢印はアノマリですよね。はい、どう何の何の回数がアノマリ？あ、同じ。さっき同じ。その地点の30日分の平均を、はい、その日の値から引っ張って、で30日分のシグマで割った値。はい、そうです。だから別に長いから強い風が吹いてたわけではない。そうですね。はい、だから普段の変動に対して大きいかどうかですね、まず。スタンダードデビエーションで企画化してるので、普段振れ幅でも振れ動いてもいい程度の振れ幅があるんですよ。でそれよりも大きければ大きな矢印になります。で中緯度で、これは生の風を見せてほしい。あ、これは本当の生の。これが生です。あの1日の平均風。あ、そうです。はい、東風だよな。うん、東風だよっていう。だからその東風のちょこっとした変動を言ってるわけでしょっていう話。極端に言ったら。あ、だから、はい、これが要するにこの辺で淀んでますねと。だから逆程度を逆転させたわけじゃないですよねということです。強いてもっと別にだとすれば、さっき逆程度とおっしゃるから、逆程度は確かに対応してなきゃいけないんだと思うんだけど、その逆程度をひっくり返すような現象を見てるわけじゃないんですよねということ。という理解でいいんだよね。トータルがこれだと。いや、まあ、気圧経度はこっち向きには働いてますけど、この矢印を完全に西風にするほど続いてはいないという、この瞬間では。うん、はい、うん。それはいいです。うん、でかつその収束もそんなに大きくはないんでしょって言ってなかったです。そんなことはないんじゃないでしょうか。僕は小さいとは思わないです。だから、はい、だから注意なのは温帯低気圧の寒冷前線の収束とほぼ変わらない収束量で熱帯に続いてたら、それ小さいとは言えないです。それはその移動変化を落としたわけではなくて実際に。例えば生のただの収束量で書いても完全につながっています。そういう図でもいいですけど、そうしましょうか。で、つながってると、ごめんなさい、まあ、今更お話してもらって、つながってると MJO になって何が起こるなんでしたっけ。 MJO のコンベクションを作る場所は収束量の大きい方に動いていっても自然ですよね。でもそれこそ10月のケースとかだったらコンベクションの中心は北半球側じゃない。ほぼ南出てますね。風が強調しているところだったら未来がいかがですか。コンベクションの中心が北側にあったのは10月の前半ですね。でオンセットしたての頃があの北側にあってだんだん南に移っていきます。南に出なかったんですか。じゃあそっちも見せましょうか。ECG から MJO にトランジションしていますよね。これがオンセットする前の、ですね、まあ、4枚ぐらいサンプルを持ってきたんですけど、この1ヶ月でオンセット直前の6日間と、翌世紀とオンセット直後と、まあ、いくつか6日ピリオドに分けて平均まとっていろいろっていうことをやったんですけど、まあ、その前に、まあ、サンプルとしてそれぞれの代表的な場をスナップで見ときましょうかというのがこれなんですけど、こう最後こういう状態になります。あります、ここ赤道ですね、ここです。で今議論してるやつがこれですね。で今議論してる。そいつは10月24日にどこにあったの？そいつは24、これですね。この辺に来てるやつです。この辺に今いますね。中心。22そこに行くの。で32ここに来ている。強がってるって、はい。その後その低気圧は同じスピードで進むんですか？はい、そのまま行きます。で例えばその収束線とかを書かせると当然、まあ、ここに寒冷前線の
雲見えてますけど、まあ、雲は消えても収束線はこういうふうに伸びてます。だとしたら中央とはリンクしてないですね。だからこれがそのままこう動いていくっていう感じ。じゃあ、うん、っていうことは、じゃあもしね、その中緯度側のローとつながった収束線が赤道まで伸びていて、はい、その収束線が何らかの形で MJO とライブしているということは、MJO を動かしているのは MJO の後ろ側なわけ。そうですね、はい、だからこの辺から後ろ側の循環じゃなくて後ろ側の収束が大事なの。はい、そうです。後ろに対流ができたら更新が、後ろがドライになったから更新したっていうのは聞きますけど、うん、後ろがもう一度で対流立ったから更新したっていうのはあるけど、その話で、うん、だからそうじゃなくて、まあ、全然方面で、いや、まあ、いやだから普通に今まで言われてるのは、はいはい、MJO があって、その方面がドライになって、はい、対流域の東にシフトして、はいはい、で、投資をしてるみたいな、はい、そういう理屈を言ってる人はいますけど、はいはい、逆に後ろ側に出来上がっている大規模なものの方面により収束して対流ができてるっていう話をしてますよね。いや、そういうこと言ってるんじゃなくて、ここから伸びてる収束線、ここに今つながりましたね、つながったままこれをこのままこう動かすね、動かしたら一緒に行きますよねっていう話をしてます。で、この収束線は寒冷前線として見るとこっち側がドライですから、わかります。これは中緯度でも、まあ、熱帯でもそうですけど、それは全然その高面がドライになりますねっていう話になります。高面のドライってのは赤道上の話で、はい、その、MJO のロスピーハオ島がある、あ、今 L って書いてあるとこね、の話じゃないの。ここですか。そっちはそっちじゃなくて、あ、何位、10度とかあって、これが。こっちの方ですね。そうそうそう、はい、ロス、いわゆる。で、そこで、はい、で、お敵さんが言ってるのは、そこに収束があるから、ね。はい。循環があるからじゃない。循環があるからじゃないです。しかも、サーフェイスの話をしてる。はい、そうです。サーフェイスで収束があるということは、対流が起こる。でそこで対流が起こって、飛弾の光が起こることによって MJO 全体が動く、東に動く。じゃ収束線自体が動けばいいんじゃないかなって単純に。何で疲熱を起こして応答してどうのこうのとか、まああってもいいですけど、そこまでしなくてもこの収束線自体はこのまま動くのは、こいつが投進するのはもう決まってる話なので。本当に何もそのまま行けばいいんじゃないですか。ということは、まだこれはイニシャルスピードというか、投進してない。そうですね、あの、30日ぐらいまで、あのインド洋でひたすら強くなる方に行きます。で、投進が始まるのはこの30過ぎてからですね、ホフメラー上では。この30日の南側のエルはやっぱりわかんないけど、北側のエルは、これですか、はい、で次行くやつ、はい、だからこいつとこいつはロスビオートでこっちに行っちゃいます、うん、でこの本体とは分離してしまってこっちに行ってしまいますけど、だからここの循環自体はあんまりその MJO をどうこうするっていう話に徐々になくなっていくので、別な問題がないといけないと思いますけど、うん、MJO の本質というか、だからその東側に動くドライブしているこちら側ということ。そうですね、まあ中央というかこの辺です。この辺に。そこに今収束線がある。はい、そうです。だからまあ、あの赤道上はこのロスビオートとしての西風はすでにドライブされてて、この中心部に収束の極大ができていて、これは MJO だけで作れる東西収束ですね。うん、はい、で収束のそだから MJO だけで作れる収束の西側に新しく中緯度の助けを借りて収束を起こすことが、なんで投資に関係があるんですか。いや、こいつの西側にとは言ってないんですよ。ここからこう繋がりますよねっていう感じ。その辺のさ、11月3日とか4日とか5日はない。ありますよ、ありますよ。それを見せてくる。それはまだ収束がはるか後ろにあるわけで、もっと L が右の方に。収束ははるか後ろってどういうことですか。だから、ね、赤道付近に関して言うと、収束線っていうのは多分その、何位30度ぐらいは90度イーストぐらいにあるけど、
ニューンとこう、難易10度ぐらいだと、70度インストこうです、こうですね。そうなんですか。はい、だからこの西風の先端がここですね、大体。まあ、MGO の中心ですけど。これは MGO オリジンの、まあ、収束がこの辺にドンとあるというのと、ここが弱い東風、こっちがちょっとずつブレていってるっていう、こんな感じです。どれ届いてるのか。まあ、じゃあ見せましょうか。まあ、それを届いてるよねって言ってるのがさっきの図ですけど、別にただの生の図で見ても届いてる。これ届く届かないっていうのは、まあ、画面上で単色、暖色の2色しかない時点で言うのは、まあ、あまりいいな。つながっちゃいけない理由は逆にないですよ、ね、伸びてる伸びてつながってるから引っ張ってるっていう理屈なんですよね、はいはい、ね、はい、ね、だからそれがずっとこうその引っ張って今の MJO をこうずっと押していくのか引っ張っていくのかするから、うん、っていうのは、ね、単純じゃないですか。押せるんだとしたら進めますよね、簡単にっていうだけの話。つながれるとしたら押せますよね。押せるんだとしたら簡単に進めますよね。押すってどういうことを考えてる。収束線が MJO システムを押すって収束の上に対流、収束するからそこの上で対流ができる。その寒冷前線だから寒気を押すと一緒にいいじゃないですか。これは難しいことでしょう。だから熱帯でも同じことを起こしたっていい話でしょ。だから繋がってるとしたら同じことが起こりますって話をして。でも、まあ、例えば寒冷前線っていうよりはもちろん温度経度は多分ないでしょうか。熱帯に行くと西風側も結局温まってしまってるのでほとんど温度経度は耐えるし寒気が押すみたいな話じゃないんですけど、少なくとも気圧経度としてずっと西風が維持される領域があって、その維持されるべき領域っていうのが単純に西あの東に動いていくんだとしたら、何より収束線自体もそれに押されますよねっていう話をした。ホフメラは実際にその西風と収束線と収束域とコンベクションと全く同期して動いていってますねという話をした。どっちがどっちか分からないって話ですよね。分からない。いやだから収束、その南側の収束は MJ を起こせないです。MJ を起こせるのはあくまで赤道上の収束でしょ。いや、だからその赤道上の収束。いや、例えばロスビーオートで気圧は作れるかもしれないですけど、20度、10度、20度、15度のあたりの収束をつなげて作れますかって言ったら、西風作れないですから、オートとしては。それ不自然じゃないですか。松野ギルの応答としては逆でしょ。20度あたりが東風になって赤道上が西風になるんです。それが松野ギルの普通の理論的な応答じゃない。そしたら西風がどっかで途切れるんですよ。それが繋がってるってことは別なもん、赤道オリジンじゃなくて逆なんじゃないのっていうことを言ってる。いやだから私もそう思って、だからトータルの場として西風が作られてるわけではないなって。東風で弱めてだけでしょうね。はい、そうです。低気圧が来て、はい、それを東風で弱まったということと、運転を引っ張ることが、みんな関係が。関係解析だな、まずは。だからもしそれが本当だとすれば、とにかく事実として一体、これもそう、これもそうっていうのが東風でもいいんですよ、絶対風が。東風が弱まっているところと強い東風の収束がある場所にありますよね。としてそれでも別にいいんですけど、違うケースも見せてそれが動いていっても結局、
コンベクションの中心はその収束の極大に追っかけてきますから、別にいや絶対風が西風である必要はないです。今そのコンベクションのオリジンはサーフェンスのコンバージェンスだという前提に立っているので、そのコンバージェンスさえ動かせるというんです。そのコンバージェンスの極大はどうやって動かしますかっていう話をしているんです。それは西風のあんまり作るしかないですよね。絶対風が東風であるかどうかは今関係がない。ただの弱風域である収束でもいいし、西風がどんどん突っ込んでる収束でもいいけれども、収束域の極大がそこにあって、それが突進するということを起こせるかどうかっていう話をした。全然中心ないし、その方面前じゃなくてね、東側じゃなくて、はい、MJ コンベクションの中心なり向こう側に、はい、その収束線がつながっている、はい、あるいはそう、なんで MJO が東に進むことにお得なのかわからないです。なんで全面じゃないといけないんですか？全面だとお得なんですか？全面に対流があれば、新しい対流が東側にできるでしょ。新しいのじゃなくていいんじゃないですか？元々中心にあったものを動かない、じゃあ動かないじゃない、MJO が中心をずらしたらいいんじゃないですか？だから MJO のその中心の収束を東側に動かしてる。はい、そういうことです。そういうことです。高緯度側の低気圧が、はい、そうです。だからつながっていることが大事じゃない、大事、まあ、そうだとしたらつながってないと話は成り立たない。西風の図は7日間全部で見えてるんですか？アニメーションでも全く綺麗についてます、まあ、アニメーションで見せてもいいけどホフメラで見ればついていってますよねっていう話をしたんですけど、だからデータに出なかったりだったらホフメラで綺麗にはついていかないはずです。途切れたりは全くしないでこう西風も進んできますねと、まあ、これ別にあの周りで書かしても絶対風で書かしても赤道上では完全にこういうふうについていく、ね、MJO と全く同じそういうことでついていく、ね、黄色いのはもっとゆっくり動いてるから MJO と関係ないじゃんと思っちゃったんですよね最初に。でよく聞くとこれはのスピーオートみたいなやつ で低気圧はまた別だっていうか、まあそうなんだけど、低気圧はこいつなんですかね、もう一段階1シグマを超えるっていうことかもしれません。まあ現象が起きているのは、まあ、でも見方の問題なんで、はい、いろいろ証拠がじゃあ例をもっともっとたくさん蓄積して示すと説得力が出てくる。はい、まあ別にそのとりあえず仮説を提案しましたというだけなんですけど、所詮一事例ですけど、他の事例で他の都市で全ての MGO でやってみたら面白いかもねってことが、まあ、一つ言いたいことですね。で少なくとも森林機関に出た4つは全てそうです。あとまあ2013年と12年、まあ数年目で追っかけてますけど、基本的に この同期、少なくともどっちがまあ起源か別として同期するということ自体からその法則から外れるものはほとんどないです。で北半球にいないというのも基本的に共通してます。なんでしょうね、最後のリファレンスとはちょっと僕の話がずれますけど、北半球にきれいに応答してるっていうのは見えないです。南半球だけに見えない。
軌道付近の熱源っていうのは暖かい、まあ、SST あるいはサーフェスラテンパッチなので若干南に中心が行けるとかそういうことがあるんです。あ、SST ですか。はい、熱源が、ちょっと南にシフトしてるよみたいな、なんかそこら辺の南部の SST はちゃんと見ていないですけど、もしかすと赤道上で MGO 自身の西風で冷やされるみたいなのは派手に見えますけど、南半球側はちょっともともとえらい冷たいので、ギルの、前の方だったらちょっといつの方向か忘れたんですけど、まあ、普通は赤道上に熱源があって綺麗な南部対象が、まあ、さっきのもそうですけど、ただちょっとそれと似たケースで南北のどっちかに熱源が行くときは、南北の非対称のドスリーバーとかそういう動きが出てくるっていう、それももう一枚たくさんあるので、はいはい、今回のものもそれでちょっと解釈できるのか、まあ、違う、そういう熱源が南寄りだとしても、全然関係なくて、中国からのポリティになるのかっていうのが、議論できるかなと思って、ちょっと聞いたわけです。はい、分からないです。ただまあ、そのマスカリン範囲の強度自体は中緯度側の SST に支配されているので、そこに別な関係はありえますけど、だからマスカリン範囲をどうやって弱めるかが今の話の裏側でもあるので、マスカリン範囲さえ弱めれば低気圧は通過しやすくなりますから、普通は通過できないはずなんですね。20度とか30度の緯度を低気圧が通過できないはずなのに、それをどかすっていうことをやってるので、それは普通滅多に起きない。滅多に起きないことが起こると、まあ、普通は起きないことがスピードでも起きるという話を僕はしたいんですけど。面白いと思います。マペンジュリアがあるときにいつもそうなってるのか、マペンジュリアがないときでもマスカリ海岸するときに弱まったり、その西の低気圧が広がったりとか、ね、はいはい、本当の一体ちゃうか、ちょっと。MGO だけではないですね。マスカリン範囲の盛衰みたいなやつは週替わりでちょいちょい起こっていて、3ヶ月ぐらい、ホフメラを南北で書かせると、今言ってるマスカリン範囲らしきものっていうのはこれなんですけど、で割と変動は1週間ぐらいの単位であって、まあ、だけど全体としては死なないっていうのが普通の状態ですね。はい、だからその露骨に低気圧だねっていうようなものはほとんど普通は来ないですよ。ちっちゃくなったり弱くなったり強くなったりはしますけど、低気圧になることはまずないですね。でもマスカリン範囲はその北半球夏季の高気圧なので、それがだんだんそのしょぼくなっていく季節変化の中で10月に MGO もオンセットしやすくなるっていうのは、まあ、そこは結構成功性があると思うんですけど、統計学的にペロナジンがあるというのは、はい、このコンタがこうちゃんと閉じるんですよね、一瞬。ということは、その1回はその弱まってトラフっぽくはちょっとなったりするらしい。でも基本的にその温帯低気圧が来てもですね、この30度を突きるってことはまずなくて、そのマスカリン範囲の南側をこう逆に通るんですね。まあ、それが普通のルートなんですよ。真正面からそいつにぶつかってどかすなんてことはありえないんですよ。それが10月25日にたまたま一度だけドンと起きたというぐらいの頻度です。
今回はシンディに合わせたので、年だけど、まあ、データとして特約的にやりたかったらもう、もう何十年、何十年っていうかもうできるわけですよね。そして、ね、ラグソーカーとか、ヤスカリハイかその西の低気圧を一点かもある領域なんで、でそれとこの先に前方してもラグソーカーの2人とやっていけば、この50年以下、トンボチットリコリコリの2人の話ですけど、ガッとやって出てくる。コンポジットでお茶いいんですけど、敷地決めたりするので、なんか迷ったりするから。私は統計的にやりたいんだけど、統計的なのが得意な人で、乗ってくれる人を募集とか。チーム目標があってやれば、いくらでもお手伝いしたいと思って、あのやり方もコードスイッチとかと基本的に、だから場所は違うけど、示し方は結構似たようなのもあるのかなって、さっきのそうですね、とかさ、はい、一緒で。